はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修でございます。さあ、本日はですね、私がですね、怠惰ゆえの企画でございます。まあ、いつもはね、スニーカー買う時ってまあ大体動画にしててですね、まあオンラインチャレンジだったりだとか、まあ店舗行ったりという様子は Vlog でね、お伝えしてるんですけれども、まあ動画外で購入するものというか、まあ例えばですけど、まあリセールのモノ株さんとかで買ったりだとか、あとはモノ株でね、こう金額でこう刺してて落ちた時とか、あとは本当にたまたま動画にしてなかった時、結構いろいろあるんですけど、そんな感じでですね、買ったスニーカーが実は結構溜まっておりまして、で、まあ、これまあ、レビューしてもいいんですけど、ちょっとレビューするのも結構ね、時間かかってしまいますので、まあ、サクサクと今回は、実は動画外で買ってましたよというスニーカーをですね、一気に紹介するというようなコーナーにしていこうかなというふうに思っております。まあ、なのでコーデとかね、そういったものは今回ないんですけれども、ザザザと今回4足、実は手に入れていたですね、スニーカーがございますので、紹介していけたらいいなというふうに思っております。まあ、スニーカー YouTuber 的にはですね、まあ、最も効率の悪い買い方ですね、動画外で買うってことなんですけれども、少しでもそんなスニーカーをですね、皆さん見ていただけたらなということでですね、今日お届けしていきたいなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。さあ、ということでですね、バババと紹介していきたいんですけれども、まず1足目こちら、ダンクでございますね。結構気になってた色ではあったんですけれども、動画外で手に入れた1足ということでご紹介したいんですけれども、その1足がこちら。はい、どうもー。ということで、こちらのですね、ナイキ、ダンクローのですね、サンバでございますね。これね、発売されたの結構前ですよね。去年だったと思うんですけれども、まあその時はね、手に入らなかったわけなんでございますが、これちょうど正月ぐらいだったような気がするな。まあ正月以前からね、この色は欲しいなと思って、かなり安めにベットしてたんですよ。1万5000ぐらいだったかな ?4000 とかだったかな。正月早々、いきなり、なんかということでですね、変えてしまいまして、手元に届いた一足でございますね。これ全体的にね、この紫のパーツというか、この青い部分がですね、ラメラメしてるんですね。こんなちょっとラメっぽいダンクは僕も初めてでですね、で、スーツなんかに至っては、ちょっとこう、レリーフ加工というか、こう、デコボコしたようなですね、四角い加工が表面にね、されていて、なんかちょっとこう、近未来感がある一足というような感じのイメージでございますね。で、チップの部分とかはですね、グレーのスムースレッドが使われているということで、まあ、こういうね、SB じゃないナイキスポーツウェアのダンクは僕大好きでございますので、何本あってもいいよということで一応ベットしていたわけなんでございますけれども、なんかこのシンプルなちょっとウルトラマンっぽいカラーかっこいいっすよね。実際ね、買ってみて手元に届いて、あ、かっこいいじゃんというような感じですね。非常に興奮した一足なんでございますけれども、予想外にね、買っていたスニーカー。一足目はこちら、ダンクローサンバでございました。いいなあ。さあ、お次のですね、一足はですね、エアジョーダン1でございますけれども、これはですね、店舗で買えてたんですけど、まぁ、ちょっと動画にできない期間だったので、動画にはなってないという一足なんでございますけれども、それが、こちら。はい、どうもー。ということで、こちらのですね、ナイキエアジョーダン1レトロハイ OG のこちら、ボルトの一足でございますね。これはちょっと動画にはしてなかったんですけれども、アトロス横浜店かな?で、まあ発売がありまして、で、全然並んでなかったんですよね。多分あんまり人気なかったんだと思うんですけど、それでね、まあくじ引きして、俺がね、多分一番最後だったんですよね。なんか12人ぐらいあたりで、最後の12番目だったんですよ、僕が。で、あ、どうせちっちゃいのしか残ってないだろうなと思って、一応待ってたらですね、なんとこの28だけが最後まで残っていたというような、ちょっとね、毎歳が最後まで残るというか奇跡の回だったわけなんでございますけれども、そこでね、手に入れた一足でございます。で、全体的にね、蛍光カラーの、このですね、履き口周りのベルトだったりだとか、あとね、これ履き口周りがね、通称激落ちくんと呼ばれているんですね。ちょっとね、スポンジ素材みたいな感じで、ね、できてるんですよ。ほんで極めつけはね、こちらのタントップのラベルがですね、これね、なんかね、クリアパーツっていうか、ちょっとね、樹脂っぽいものでできててですね、しかも表裏逆というような感じでですね、作られているちょっと面白いギミックがですね、施された一足というような感じでございまして、まあ、レトロハイ OG と呼ぶのにふさわしいのかと言われると、もうほんと形だけだなっていう感じなんですが、一応ね、このミッドソールが、クリームカラーだったりだとか、あと付属のね、シューレースも一応ちょっとね、クリームっぽいような感じのカラーのですね、シューレースが付いてるということでですね、まあ、ちょっとね、近未来プラスクラシックな要素が盛り込まれた面白い一足ということでですね、まだね、全然履いてはいないんですけれども、まあ、ちょっとシーンに分けてね、履いていきたいなと思ってる一足でございますね。不思議な一足です。さあ、そしてお次はですね、再びダンクなんでございますけれども、今回はね、SB ダンクで
ございます。もう最近めっきり全然ね、並び行ったりとかもしてないですし、まあオンラインでね、出るときは、おみくじ感覚でチャレンジはしてるんですけれども、まあそんなね、おみくじの中、たまたま絵描いたりするということでですね、手に入れたのが、こちら！はいどうもー！ということで、こちらのですね、ナイキ SB ダンクロープロのですね、ピンクピグでございますね。通称、ブタちゃんと、呼ばれているイストグラムでございますけれども、これはもうナイキ .com で発売の時にしれっと書いたイストグラムでございますね。まあ全体ほんと、全くの同色で、ステッチだけ赤というですね、めちゃくちゃシンプルな、仕上がりのですね、SB ダンクなんでございますけれども、一応付属にね、赤い、シューレースが付いてるというところで、色なんか変えると、パキッと入るようなイストグラムじゃないかなっていう感じなんですが、まあ、この SB ダンクはですね、もう最近わかんない。僕の体なのかな、もうね、履いてるとね、めちゃくちゃかかと痛くなっちゃうんですよ。なんでんでしょうね。まあもちろん個人差あるとは思うんですけれども、まあそういうちょっとね、まあ歩いてるとかかと痛くなるみたいなところで、ちょっと履き心地の面でね、最近 SB ダンク遠ざかっちゃってるってところあるんですけれども、まあこちらはね、まあ、運よく、おみくじでですね、大吉が出たというところで、そういう時に限ってね、動画撮ってないんですよ。動画撮ってないと当たってる確率の方が高いかも。エアジョダ1の CO.jp のミッドナイトネイビーとかも、あれも動画に、してないのに当たったというですね。なんか動画しない方がいいのかな。なんかこう、みんなの前でいい格好見せようみたいなですね、邪神がですね、キットスニーカーズとかの結果に影響してるんじゃないかなというふうに思わざるを得ないイストグラムでございますけれども、まあ、こちらもね、無事手に入れることができました。さあ、ということで最後はですね、エアフォースワンなんでございますけれども、これはですね、まあめちゃくちゃ欲しかったんですが、友達がね、ゲットできたということでですね、まあ、僕はオンラインでも買えなかったイストグラムだったわけなんでございますが、まあ、無事ね、手元に届いたよというイストグラムでございますけれども、それがこちら。はい、どーんということで、こちらのですね、ナイキエアフォースワンの黒蛇でございますね。まあ、こちらはね、そんなにもちろん二次シューズとかで上がってるようなスニーカーではないので、まあ、最悪ね、フレンドで買おうかなという感じだったんですけれども、まあ、ありがたいことにですね、手に入れることができまして、まあ、僕ね、やっぱこのスネークスキン大好きなんですよね。去年のナイキバイユーでも蛇柄めちゃくちゃ作っちゃったんですけれども、プラスね、僕はもちろん、リアルな世代ではないんですけれども、この黒蛇カラーというのはですね、まあ、白蛇に次ぐですね、象徴するようなエアフォースワンということでですね、白蛇はね、僕はだいぶ前に先行派で描いたエアフォースワンで結構ね、白蛇も履いてるんですけれども、まあ、それとね、対をなすような黒蛇ということでですね、手に入れることができました。まあ、全体的にね、この銀色のところがリフレクティブ素材ということでですね、まあ、ここで結構好き嫌い分かれるのかなというような感じですが、このね、このシューレソールの先のですね、つま先の部分にこのチリ数紙があるんですね、エアフォースワン大好きで、これが僕はもうものすごくポイント高いというところと、あとはですね、つま先、そしてですね、サイドのクォーターのところがですね、シワ感のあるタンブレザーということで、まあ履き地はあんまり気にしなくていいようなモデルに仕上がっているというところもですね、買いやすい一つの理由なんじゃないかなって感じですね。まあこのリフレクティブ素材が今後ちょっと経年劣化でどうなっていくのか、パッキパキになっちゃうのかなとか、ちょっとね、心配な部分はあるんですが、まあ大好きなヘビ系のエアフォースワンということですね、もう存分堪能しながらですね、履いていこうかなというふうに思っておりますな。やっぱかっこいいね、このフォースワン。さ、ということでこんな感じで4足買ってましたよというですね、報告動画なんでございますけども、いかがでしたでしょうか。まあ、モノカブさんのね、ダンクみたいな感じで、落ちちゃうこともありますし、まあ、動画外でね、予期せずスニーカー、買っちゃうこともありますので、まあ、その時はね、また、こんな感じで、ちょっと貯めてから報告動画ということで、一気にね、ご紹介していこうかなという次第でございます。もうほんとね、こう、動画にしないでスニーカーを買うって、YouTube やってる身からするとですね、一番やっちゃいけないことでもないんですけど、動画にしてなんぼというところでですね、YouTube やっておりますので、まあ、そういったところはあるんですけれども、まあ、たまにはね、こういう感じでご紹介できたらなというふうに思っておりますので、またね、予期しない買い物がありましたら、またこの感じでご報告させていただきたいなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方、ぜひぜひ高評価、グッドボタン、そしてですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それでは、また次回の動画でお待ちしてます。See you next movie! じゃあねー。